生きてるなら必ず見つける。なんだありゃ、
すげえ。あんなの初めて。あんたがいなかったらどうなってたか。分かった、落ち着けて。もう死んだ、大丈夫だ。救世主だ。まったくだ。グレン・ラッセルだ、こっちはマニンズ二等兵。マニンズ、いや、ディーゴン・セント・ジョンだ。二等兵って言ったか。ああ、俺たちは弟子討つ軍民兵だ。あんたもしかして山を越えてきたのか。いや、俺はただの流れ者だ。シルバーレイクの東のソルトフラッツから来た。ここまで何しに来たんだよ。97号線を越えたの。おいおいおい、何やってんだ。え、命の恩人なんだぞ。大佐に言われてるだろ、領土に入ってくるやつは警戒しろって。とにかく今その話はいいだろ、後で大尉に任せればいい。分かった。レイジャーを殺してくれたんだぞ。来てくれ、ダイヤモンドレイクにキャンプがある。飯を出すよ、せめてもの礼だ。ああ、いいなそれ。フローレスはどうするんだ。じゃあここで待ってろ、燃料を持ってくる。ダメだ。いいから、待ってるんだ。あいつの弾もあるだろう、大丈夫だ。いいな。行こう。案内頼む。俺から離れるなよ。最近この辺りで野党が問題を起こしてる。見つかったら面倒だぞ。ああ、分かった。それで弟子討つ軍の民兵って。俺は食ってくために従ってる。何を言われても敬礼して了解と返すだけだ。規模はどのくらいだ。このキャンプか、100人強ってとこかな。正確にはわからないが、本部の方はもっと多い。金になる。